どうも皆さんこんにちは。今司会の方からお話をいただきました。徳島、四国は徳島、昔は阿波と申しおります。阿波の国の阿波踊り、結構有名になっちゃいましてね、こうして、こちらの伝統芸能の方に呼ばれて約10年になりますけれども、毎年来させていただいて、いつも皆さん方に去年からですね、ただいまっていう言い方をね、させてもらってます。おかえりなさい。ただいま帰ってまいりました。よろしくお願いします。実は阿波踊り、先ほど言ったように本当にね、結構インバウンドというか外国の方からも非常に絶賛をされてます。今この我々のステージの一つ前に赤塚の粋なお姉さん方の舞を見せていただきます。本当にこうね、これも一つの楽しみで来させていただいてます。本当に僕ら今のお姉さん方の所作、一言で言うと粋な所作、また艶という言い方、日本古来のこの文化の象徴ともいえる、着物の艶やかさ、こういったものが兼ね備えている部分については若干浴衣と本当の着物との違いはありますけれども、和の文化というものを象徴しているんじゃないかな。そういう意味からすると、この阿波踊りというものが世界の各地で結構着目されるのも当たり前のことなんじゃないかなというふうに思っています。今日はですね、皆さん方に少しこの後阿波踊りの手ほどきというか、ちょっとレッスンを短い時間ですけどもさせていただいて、我々の舞台の後半に皆様方と一緒に踊る阿波、見る阿波、同じ阿波なら踊らなそんそんというね、言葉がありますけれども、一緒にこう踊っていただくという形で皆さん方にお願いしたいかなというふうに思っています。11時というか朝の部分、それから失礼しました、これ11時にリハーサルやったんですけれども、昼から一番やりました。で、今のこの3時の舞台で 2本目ですけれども、最初の舞台ご覧になった方ってどのぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。ある程度ね、入れ替えちゃんとできてるのかなと思ってますが、そこでちょっとご披露させていただきましたけれども、この度、今年からですね、阿波踊り振興協会の役員体制もで、変更いたしました。やはり我々年寄りから若い人へのつないでいく、このつなぐという言葉もですね、非常にこう重要性があるんじゃないかというところで、新しい引っ張っていくリーダーを作り上げました。
でちょっと今登壇をしてもらいますけれども、青鳥の中でも結構有名なね、有名での中でもひときわ有名である、アホーレンね、アホーレンの連長の立川連長、新しく我々を引っ張っていただくバトンタッチをね、皆さん方の前で今日ご披露をさせていただきましたけれども、次からはですね、彼がこの青鳥徳島全体を引っ張っていっていただくような立場になるんじゃないかなと、僕らももうね期待をしてやりませんけど、どうか今日ご来場の皆様含めて、青鳥ファンの皆さん、一つ振興協会にもそうさることながら新しいリーダーにご声援ご協力温かいご投票いただきますことをお願いを申し上げておきたいと思います。一言彼の方からご挨拶をしてください。皆様こんにちは、私たち阿波踊り振興協会、本当にこの成田で踊れることを楽しみにしております。また皆さん機会ありましたら徳島にもお越しいただいて、本場徳島の阿波踊りを楽しんでいただきたいなというふうに思います。まだまだ先輩には及びませんけども、しっかりやっていきたいと思いますので、どうぞご支援のほどよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。先ほど言いました赤坂のお姉さん方の舞、ね、の中で僕ら勉強になることは、例えば女性踊り後ろの方でね、ちょっとご覧をいただけなかった、まあ、女踊りの方々後ろのテントの後ろでいましたけど、本来はねちょっと邪魔にならなければ横でも見ていただきたいなと僕は常日頃思ってます。で何が必要かというと、やはり指先、それから目の配り、所作、これね踊り、阿波踊りの部分でもこの所作っていうのが非常に大事になります、まあ、特に女性はそういった美しい粋な、またあでやかであっておしとやかなという、このね所作というものがこの女踊りの中にも非常に重要なものであろうかと思いますのでね、本当にね勉強になるわけです、ね。一つ日本くらいのこの和の象徴の郷土芸能、これもね大切にしながら阿波踊りもこれから自慢というかね、邁進をしていかなければならないし、やはりマンネリと人がマンネリっていうことにですね、ごっとするともう絶対にいいものはできません。やはり日進月歩でいいものを作り上げていくためには、いろんなところで勉強を重ねていかなければならないと思います。まあ、一つ皆さん方には荷物にならないお土産として阿波踊りの踊り方をですね今日は覚えていただきたいと思いますので、少しレッスンします。じゃあ見本にね踊っていただける女性踊り2名、男性の踊り方2名、登壇をいたします。なぜかお昼と違って棒かぶりが2人出てますけれども、特にですね男踊りの部分については、手ぬぐいをつける方法として、アイテムの方法としてですね、そういう棒かぶり、それから私がしているようなねじり鉢巻き、こういうような2種類あります。でも、まあ、偶然と思いますが、棒かぶりの仕方でもネズミ小僧的なですね、時代劇に出てくるネズミ小僧的な結びを上に左右対称に持っていくところと、こういう形でねじり鉢巻きのような形で花のつってねじる、この方法という2種類のね、方法もございます。あんまり気づかないと思いますが、そういうところもご覧いただきたい。それから女性は下駄、それから着物を羽織って、傘をというところでございますが、やはり動きにくいですから、少し裾を唐揚げといってめくり上げてですね、ちょっと後ろ向いてもらおうかな、ちょっとこう動きやすいような形になります。これは男踊りも同じような形で後ろに少し開けて、これを唐揚げと申します。こういう形でですね、まあ、着付けをして、女の子なんかはね、ものすごくね、激しい踊りもやりますけども、着崩れがしない、結構きついんですね。僕はもう思うに、男踊りより女性踊りの方がはるかに苦しいし、きついです。手は下げることは許されません。
男性はね、たまに下げて、いろんな形で踊りますけど、女性は絶対難しいですから、そういうことはありえない。ね、そういうところで、本題に入りますけど、まず、阿波踊りで一番大切なことは、リズムに乗るということです。で、リズムには、今日はですね、1212というリズムを今からどめき囃子を奏でますので、皆さん方の感性で手拍子をまずやっていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。はい、ちょっと手の上で頭のところぐらいで、緊張してるの、ね、今2人見てたら、彼はね、鳴り物が上がったら少しこう浮かれてるの。もう彼はちょっと緊張してそのままこう来てる感じで、なんか見てるとやっぱりこう楽しい方がいいなと僕は思うわけね。もう非常に上手な踊りってなんだろうね。皆さん見てちょっと緊張しちゃってますけどね、お許しください。で、今言ったように、鳴り物が速くなると少しね、上半身が皆さん方も浮かれて手拍子をなさってる方がたくさんいらっしゃいました。です。それもそのはず、それが阿波踊りの極意の一つで、浮かれのリズムというね、タタタタというリズムの足にタタ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 タっていう三連符の浮かれのリズムというのが基本になってますので、ですから、きちっと分かりやすく言うと、タッタというリズム、タタタタというリズムじゃないの、ね、ですから浮かれやすいリズムになっている。まあ、これがまず皆さん方ができてますので、あとは足の運び方と手の出し方になります。まず足の運び方から申し上げますと、皆さん方がパチンって叩いた時あると思いますね。イットニーイットニーとこう叩いた時に、僕が入って言いますと、右足をツーンと前に出して椅子のままで結構です。で、帰っていただいて、また違う方の足を出していただいて、帰っていただいて、出していただいて、帰っていただいて、まあ、これが足の運び方のリズムの取り方の基本になりますので、皆さん方一回ちょっとやってみたいと思います。まず手拍子からですが、はい、どうぞ。の方に来ていただいて、手取り足取り補正をさせていただきたいですけども、時間の関係とね、コロナからね、あまりね、そういうちょっとやり方が控えられていますのでね、ご辛抱願いたいと思います。今ので足の部分までできました。あと残りは手です。手は、今日はね、俗に皆さん方右足が出た時に右手が出ますよっていうのはね、誰でも知ってるんだけど、だいたいそうやって踊っていただくと、最初素人の方はこんなような形で同じ方の足と手が一緒に出ます。で、これはね、大きな間違いであって、まず同じ方向の手と足が出るのは、上から少し前へ下に出てくるときに必ず同じ方向の手と足が出ます、ね、そうでないと、下から出るのであれば歩くときと同じように逆の手と足を出さなければいけません。じゃあね、ちょっと一回、ま、時間がないんですが、笹つを踊ってもらおうか。一番持って、ね、下から手が出るときは右足が出るときに、右手が出ると左足が出てるわけですから、歩くときと全く一緒なんです、ね、上から手が出るから同じ方向の手と足が出るという。ありがとうね。はいはい。
ですから皆さん方にはね、今日は、あまりこう手を出さないようにお教えします。手を上に上げていただいて、右足が出るときに少しだけアクセント的に前に出すぐらいの気持ち、少しでいいですよ。それをやります。じゃあ行きましょう。まず手拍子、次に足いきますよ。足、はい、足、はい、手を上げて、手を上げて、完璧です。本当はね、手を上げて足を運べば踊りっていうように簡単に踊れるのが踊りだと思っていただいて結構ですけど、でも間口はね広うございますが、奥行きがもっともっと広いのね、上手に踊れと思ってももっともっと上手な人もたくさんいますのでね、皆さんは楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思っています。で最後に、掛け声をお教えしますので、後で皆さん方一緒に踊るときにね、私の方からやっとさーということを言いますので、一回ちょっと見本やりますので返しをね、やっとさーというとやっとやっとというような返しをしてください。でやっとやっとというとやっとさーやっとさー、一回だけ見本やりますよ。いいですか。はやっとさー、はやっとやっとは、やっとやっと、これをね、一回やってみましょう。はい、どうぞ。はやっとさ、はやっとやっと、もう一回いきますよ。もう一回、ちょっと聞こえなかったからね、もう一回いきますよ。はやっとさ、ね、それではね、後ほど皆さん方と一緒に踊るアホになっていただいて楽しい時間を少し設けたいと思います。ただいまから阿波踊り振興協会が誇るオリジナルの舞台の踊りをお見せをさせていただいて、先ほど言った一緒に踊る時間も設けたいと思いますので、最後までご観覧いただきますように心からお願い申し上げてご挨拶といたします。失礼いたしました。Thank you.
短い時間でしたけれども舞台構成の踊りをご覧いただきます。それでは今からあまり時間がありませんけれども皆さん方と一緒に阿波踊りを楽しんでいただく踊るアホーになりきっていただきます。踊り子の皆さん方がね皆さんのところに参りますので恥ずかしがらずにお立ちになって踊っていただければ幸いでございます。それでは染木林もう一曲お願いします。皆様、阿波踊りご一緒にいかがでしょうか。
限られたお時間ではございますが、どうぞご一緒にお楽しみください。会場の設営上ちょっとね、皆さん方一緒に踊ることができなかった人も数多くいらっしゃると思いますが、踊りはね、踊ったら相当楽しいですよ。見ていただくのに3倍5倍楽しいと思います。ぜひ皆さん方も徳島の阿波の夏をね、来年はまた見に来ていただければというふうに思っています。もう一つコマーシャルをさせていただければ、東京ディズニーランドとちょっとねコラボがありまして、12月の1日に、まあ、冬ですけどもね、秋の青空の一環として、県が携わって、徳島で、踊りをね、ディズニーランドとしてねパレードをやりますのでね、またご覧になる機会がありましたら皆さん方お越しいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。